富士宮市の球場に集まった女子中学生。こちらのグラウンドではソフトボール教室が開かれています。子どもたちの視線の先にはあのメダリストの姿があります。あ、ナイスキャッチ。そうナイスボール。東京オリンピック女子ソフトボールで金メダルを獲得した浜松出身の渥美真奈さんと、掛川市出身の山崎咲さん。こうやってなってるところが取れますよ。おととい開かれた特別教室は、今後の活躍が期待される県内のジュニア選手の育成などを目的に、県が2011年から始めた事業の一つで、今回は富士宮市内の女子生徒らおよそ60人が参加しました。ジャストミートってやばいね。芯と芯を当てたら遠くに飛ぶから、数を振ること、スイングとかでもいい。トップアスリートから直接指導を受けられる貴重な機会とあって、練習中だけでなく休憩中も我先にとアドバイスを求めます。特別教室で生徒たちが一番沸いたのは2人のコーチのパフォーマンスです。すごい笑顔でした。みんな全部が印象的で、もう本当に今日はいろいろ得れた日かなって思います。画面の中で見てた人たちが実際に教えてくださって、すごくいい経験になりました。もっとたくさん活躍できる選手になりたいなと思いました。単位最後もらったけど勝ち取ったものです。すごく嬉しいです。将来有望な若い力を前に、山崎さんと渥美さんは、楽しい時間を私たちも過ごさせていただきました。目標をしっかり持ってもらって、その夢を持ち続けるっていう部分で自分の成長を一番感じてもらえるのが私たちも嬉しいので、そのお手伝いができればなというふうに思ってます。まずはソフトボールを楽しむってことが一番大事かなと思いますし、私たちに出会えたことですごい、いい時間が過ごせてよかったなと思える、そう思ってもらえたらすごいいいのかなと思いました。次は自分たちが夢の舞台へ。忘れられない夏休みの一コマとなったようです。